今 YouTube 界隈を賑わしているのがそう、ワンピース考察動画。ワンピースと検索すれば関連ワードは真っ先にネタバレがつき、ネタバレ動画はもちろん嘘ネタバレ、考察動画と様々なワンピース関連動画が入り乱れております。そう、まさに YouTube はワンピース大考察時代となっているわけです。原作者である尾田先生はもう物語は終盤であると公言しており、張り巡らされている伏線を回収しながらワンピース争奪戦へと話は進んでいます。そんな中、衝撃的なスレッドが立ちました。ワンピースのラスボスついに判明する。なんと、ついにワンピースのラスボスが。ワンピースのラスボス候補でよく挙げられているのが黒ひげ、シャンクス、イム様なんですが、このスレッドではびっくりな予想がされています。ワンピースには神の騎士団という今後ルフィたちがおそらく戦うであろう集団がいるんですが、最新号でそのシルエットが登場しました。こいつらですね。強そう。でもこれよく見ると、そう、なんかシャンクスっぽいです。またこれから新たな組織出すのかよ。結局後から4校クラスゴロゴロ出してくるんか。あんだけキャラいるのにまだ増やすのかよ。完結したら一気読みしようと思ってるんだけど、いつ終わるのなどと、すでに戦わなきゃいけない相手がまだまだいっぱいいるのに、ここに来て新たな敵集団が登場することで、ちょっともううんざりしている読者もいるようです。ちなみに今後麦わら海賊団が戦わなきゃいけないと言われている相手は、エースの敵赤犬、いろいろと因縁深い黒ひげ、ワンピースを手に入れるためには避けては通れないシャンクス、ゾロが世界一の大剣豪になるためミホーク、未だ謎が多いイム様、これらの強敵は最低限倒さなきゃ物語は終わらないでしょう。そんな中、追加で登場された神の騎士団、話は一体どこまで広がるのか、そして本当のラスボスは誰なのか。あ、それはねえだろ。まさかのラスボスヒグマ説。確かにシルエットはそっくり。なるほどね。小田くんすごすぎやろ。56人殺したのさ。てめえのように生意気なやつ、天竜人に立てつく海賊56個をな。56個って多すぎんだろ。もうそれただの海賊だよ。とんでもねえなこれ。うおうおじゃねえよ。山賊、つまりヒグマは太陽神の抹消なんだよね。もうめちゃくちゃやん。そしてこんな意見も。太陽神ニカとか神の騎士団とか出したら海賊王とかいう称号がしょぼいじゃん。確かに太陽の神とか神の騎士団とかなんかものすごい偉い感じがするけど、海賊王って海賊の中の一番すごいやつみたいな立ち位置だからな。以上、ワンピースのラスボス、まさかのヒグマ説でした。まあ実際はありえないと思いますけど、尾田先生、2019年あたりにあと5年で終わると話されているので、その通りであれば来年2024年の夏には終わることになります。アディショナルタイムが5年くらいありそう。